エピクロスの共像エピクロスは、快楽主義などで知られる古代ギリシアのヘレニズム期の哲学者、エピクロス派の始祖である。現実の煩わしさから解放された状態を、解として、人生を、その追求のみに費やすことを主張した。後世、エピキュリアンイコール快楽主義者という意味に、転化してしまうが、エピクロス自身は、肉体的な快楽とは異なる。 精神的快楽を重視しており、肉体的快楽を、むしろ、苦と考えた。エピクロスは、アテナイの植民地であったサモス島に、紀元前341年に生まれた。エピクロスの両親は、アテナイ人入植者であり、父は教師であったが、家族の生活は貧しかった。当時アテナイ人の青年には2年間の兵器義務があり、 紀元前323年エピクロスも18歳の時、アテナイへ上京した。この時アカデメアでクセノクラテスの、またリュケイオンでテオプラストスの講義を聞いたと言われる。2年のアテナイ滞在後、エピクロスは家族の元に戻るが、サモス島のアテナイ人入植者は、アレクサンドロス大王の後継者ペルディッカスによって弾圧され、対岸の小アジアのコロポンに避難していた。 コロポンの家族と合流した後、デモクリトス派の哲学者ナウシパネスの門下で学んだと思われる。紀元前311年、エピクロスはレスボス島で自身の学校を開くが迫害を受け、翌年には小アジア北方のラムプサコスに移り、後のエピクロス派を支える弟子たちを迎えた。紀元前307年か、紀元前306年には、エピクロスは弟子たちと共に、 アテナイへ移った。ここで郊外の庭園付きの小さな家を購入し、そこで弟子たちと共同生活を始めた。いわゆるエピクロスの園である。このエピクロスの学園は万人に開かれ、ディオゲネス・ラエルティオスは哲学者列伝の中で、この学園の長高生として何人かの遊女の名前を記録している。エピクロスは、この後、友人を訪ねる、数度の旅行以外は、 アテナイの、この学園で過ごした。紀元前270年、エピクロスは72歳でこの世を去った。エピクロスの園は、レスボス島以来の皇帝、ヘルマルコスが引き継いだ。この学園は、エピクロス学派の拠点としてその後も長く続き、ガイウス・ユリウスカエサルの時代には、第14代目の学党が継承していたという。エピクロスの自然思想は、 原子論者であったデモクリトスによっている。つまりそれ以上分割できない粒子である原子と空虚から世界が成り立つとする。そうした存在を把握する際に用いられるのが感覚であり、エピクロスはこれは信頼できるものだとみなし、認識に誤りが生じるのは、この感覚経験を評価する際に行われる思考過程によるものだとした。こうした彼の認識論は、 公述する彼の倫理学説の理論的基盤となっている。例えば彼は死について恐れる必要はないと述べているが、その理由として死によって人間は感覚を失うのだから恐怖を感じることすらなくなるのであり、それゆえ恐れる必要はないといった主張を行っている。このように平静な心を追求することを是とした彼の倫理学説の演言は、 彼の自然思想にあると言える。エピクロスは幸福を人生の目的とした。これは人生の目的を得として幸福はその結果に過ぎないとしたストア派の反対である。倫理に関してエピクロスは快楽こそが善であり人生の目的だという考えを中心に置いた主張を行っており、彼の立場は一般的に快楽主義という名前で呼ばれている。 ここで注意すべきは、彼の快楽主義は、帰結主義的なそれであって、快楽のみを追い求めることが無条件に是とされるものではない点が重要である。すなわち、ある行為によって生じる快楽に比して、その後に生じる不快が大きくなる場合には、その行為は選択すべきでない、と彼は主張したのである。より詳しく彼の主張を追うと、彼は欲求を、 自然で必要な欲求、自然だが不必要な欲求、自然でもなく必要でもない欲求の三つに分類し、このうち自然で必要な欲求だけを追求し、苦痛や恐怖から自由な生活を送ることが良いと主張し、こうして生じる、平静な心を追求することが善だと規定した。こうした理想を実現しようとして開いたのが、 庭園と呼ばれる共同生活の場を兼ねた学園であったが、そこでの持続的生活は一般社会との関わりを忌避することによって成立していたため、その自己充足的、閉鎖的な特性についてストア派から激しく批判されることになった。このようにエピクロスによる快楽主義は自然で必要な欲望のみが満たされる生活を是とする思想であったが、 しばしば欲望重足の身を追求するような、放落な生活を肯定する思想だと誤解されるようになった。しかしこうした生活については、エピクロス自身によって、メノイケウス宛ての手紙の中で、放落あるいは、性的報章な協楽的生活で和解いが、もたらされないとして否定的な評価が与えられている。プラトンとアリストテレス以外の古代ギリシアの、 哲学者たちの著作は完全な形では現存せず、多くは様々な文献に引用された断片のみ構成に伝えられたが、エピクロスも例外ではない。ただし、古代ギリシア哲学者について主要な資料の一つとなっているディオゲネス・ライルティオスのギリシア哲学者列伝は、多くの哲学者について断片や風説を紹介するにとどまるのに、エピクロスについては、 最後の章を丸ごと当てて、エピクロスについての表伝と彼が書いたと伝えられる手紙、主要教説を収録している。岩波文庫に訳されたエピクロス、教説と手紙は、これに加え、1888年にバチカンの写本から発見された断片と、後の人々がエピクロスの言葉として引用した断片とをまとめて収録したものである。彼は、 隠れて、生きよと述べたが、その背景にはマケドニアによる、反体制者の処刑、政治活動や思想への弾圧などアテネの不穏な、社会情勢があったと言われている。ありがとうございます。